ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ、メユ0808さんからのコメントです。コメントありがとうございます。ウポツです。ドラクエの実況を毎日楽しみにしています。ダルさんはドラクエ8が一番好きということですが、私は5が印象深くて好きです。結構なシステムに驚愕で、ドラクエは全部そうなんだと思っていました。わらわらというコメントいただきました。これからも楽しみにしてます。とのことです。ありがとうございます。そうですね。8は結婚はね、一話、言わない方がいいのか。危ねえ。でもまあ、結婚っていうシステムはない。システムではない。うん。システムじゃないです。5みたいな。うん。だから奥さんができるってことはないかな。この主人公8にね。あと結婚するのってあるか？セブンもしないよね。シックスはしない、フォーもしないか。ワン、ツー、スリーわかんないけど。テンオンラインで結婚したりするのかな？ナインは結婚しないしな。そうですね。ファイブって特殊だよね。そのさ、まさか結婚した相手が天空の血を引いててさ。その息子娘がまさかの勇者っていうこのねドラクエ5はほんと壮大ですごいよな。ほんと異質だと思うわ。うん。やっぱりさ、主人公一番最初にプレイヤー動かす主人公が、あれ主人公がね、勇者っていうパターンは普通だと思うんだけど、まさかその息子娘パターンだからね。あれおかしいっすね。俺これだと思って速攻飛んできたんだけど違うの？違うのかな？あれ？ダメ？これもしかして。あ、オッケー、危ねえ。お待ちください。勇気ある旅人よ。私の名はリーザス。遥か遠き昔にこの世界を生き、この像を生み出したものです。あなたたちにお教えしましょう。長き歴史の狭間に忘れられた賢者の血の話を。私が生まれたクランバートル家は伝説の七賢者の血を受け継ぐ由緒正しき家系でした。しかしある代でクランバートル家は賢者の血を失いました。継承者である私がアルバート家に嫁いだためです。以来賢者の血はアルバート家に受け継がれていきました。ですがその賢者の血も憎き魔の力により断たれたのです。継承者であるサーベルとの命とともに。話がちょっと見えてこない。あれ？見えてはいるんだけれども、なんでジェシカには賢者の血は流れてないんだろう。お母さんかお父さん違うのかな？賢者の血が絶えたとはいえ、アルバート家が私の血筋であることに変わりはありません。アルバート家の血を絶やさぬためなら、できる限りの力は貸しましょう。像に埋められたクランスピネルを持っておゆきなさい。きっと、助けとなるでしょう。アルバート家の血を持つ最後の一人、デシカのことをよろしく頼みましたよ。よく割れなかったな。一応もう4人の賢者をあの杖は殺してるんだよね。サーベルとも含め。ジェシカはなんで賢者の血引いてないんだろう。そっちのが気になるけど、魔法使えてるから多分引いてそうだけどな。一応サーベルと殺したからそれでオッケーってことになったのかな。俺 PS2 版の時も同じ疑問持ってそうだな。
でだコメント欄とかで教えてもらってそうな気もするけど、忘れちゃってますな。忘れちゃってますな。あ、この前ツイッターでその当時コメントしてくれてた方からリプが飛んできて、覚えてますかねみたいな感じで来たんですよね。で、覚えてたんですよ、その人のことを。ここら辺の内容は忘れちゃってんだな。このクズめが、お前のようなどこの馬の骨とも知れん旅人を雇い入れたわしの恩を貴様はあだで返すつもりか。めっそうもございません。私はただいつも通りの時間にレオパルドにご飯を。はあ、レオパルド？ちょっと待てチェルスよ、いつ誰がレオパルドちゃんを呼び捨てにしてよいと言った。おお、そうかそうか、お前も気分が悪いか。無理もないの、ご飯の準備が遅れたばかりか。あのような愚か者に気安く呼び捨てにされたのではな。申し訳ございません。これからはレオパルド様の望む時にお食事をご用意いたしますので。能書きはよい、さっさとレオパルドちゃんにご飯をあげるのじゃ。はい。さあレオパルドちゃんや、ご飯が遅くなってすまなかったね。たっぷりとお食べ。チェルスよ、レオパルドちゃんはお前の主人も同然じゃ。わしが言わずとも丁重に接するのだぞ。よいな。おお、戻ったか。つまらんものを見せてしまったな。それはそうと、ここではなんじゃな。報告ならわしの部屋で聞くので上がってくるとよいぞ。とんでもねえな。このチェルスさんって方もここまで食うと人ができてるとかっていう話じゃないな。まあ、あくまでゲームの世界だけれどもね、見てて気持ちのいいものではないよな、ハワードさんよ。人としてどうなのよと思わず突っ込みたくなるが。おお、来たか。さっきのことなら気にせんでよいぞ。いつものことじゃからな。わしはあのチェルスの顔を見ていると自分でもなぜだかわからんが、とにかく腹が立って仕方ないんじゃ。なのに不思議と首にしようとは思わん。きっとわしはあの男を死ぬまでいびり倒したいんじゃろうな。おっと、そんな話はどうでもいい。クランスピネルじゃ。クランスピネルは手に入ったのか。おお、どうやって手に入れたかなどいちいち聞かんぞ。何しろわしは結果だけを重視する男じゃからな。おお、手に持っただけで感じるこの魔力の波動は間違いない。これぞクランスミネルじゃ。これさえあれば強力な結界も容易に作れるじゃろう。セースガイ女だぞ、もはや恐れるものではないわい。それにしてもお前さんも嬉しいじゃろ。何しろ大呪術師たるこのわしの役に立てたのじゃからな。よし、せっかくじゃ。次にあの杖使い女が来るまでわしの屋敷の衛兵として雇ってやろう。よいな。よし、お前さんはたった今からこのハワード邸の衛兵じゃ。早速仕事を与えてやろう。さあ、こっち。この先にはわしの秘密の資料室がある。そこからある本を探してきてほしいのじゃ。本のタイトルは世界結界全集じゃ。その本に強力な結界のレシピが載っておる。よろしく頼むぞ。へーい。いきなり召使いになったね。衛兵じゃないよねこれね。まあでもありがたいんすよね、ここら辺もらえるんで。やったぜ。小さなメダル。
魔法の方位650ゴールド。微妙。クーパス。これでもないか。これだ。世界結界全集。出た！杖使い女だ！同意。世界結界全集は見つかったんであろ。さあ、渡せ。すぐに渡せ。申し訳ない。かなり飛ばしちゃった。これじゃこれじゃ。わしは今から大急ぎで結界を調合する上、お前は外であの杖使い女を食い止めておれ。なに、心配せんでもすぐにできるわい。何しろわしは偉大な大呪術師じゃからな。おっとそうじゃ。ナムナムナム。ほれ。これで元気になったじゃろ。とにかく1秒でも長くあの杖使い女を食い止めるのじゃぞ。よいな。へい。ただ口だけじゃないのは確かだな。一瞬で全回復させるんだから、確かにすごい能力は持っているな。守りは万全にしておきなさいって言ったのに、随分と無防備なのね。黙れ！ここから先へは一歩も行かせないぞ。ハワード様に指一本触れさせるものか。ハワード？何がおかしいんだ。悲しいわ。自分の血に刻みつけられた大いなる運命。私が狙っていたのは、はじめからあんな見せかけだけの男じゃないわ。この杖が全て知っているの。私の狙いは、かつて暗黒神ラプソーンを封印した七賢者の一人、大呪術師クルパスの末裔チェルス。あなたのことよ。悲しいわね。あなたの命を守るべきはずの男が、そのことをまるで覚えていないなんて。やっぱりまだいたのね。いいわ。どうせあなたたちと戦うのは避けて通れないと思ってたもの。ただこんな風にあなたたちを死なせてしまうなんて、少し悲しいわね。